はい、皆さんこんにちは、アチでございます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、これパート70、とうとう70まで来ましたね。やっていきたいと思います。あ、なんか音が違う。音楽は新しいね。ラダトームの街にようこそ。聞いたことある名前だね。あ、宿やね。で、寝てる人が、あ、よく考えたらここずっと夜だね。苦しい、ご飯の食べ過ぎてお腹が苦しいと。あ、全然平和なのね。これなんか嫌な感じがするのがね、いっぱい出てきそう。あと2個なんないね。じゃあこの人、魔王は絶望をすすり、憎しみをこらえ、悲しみの涙で喉を潤すという。我らアレフガルドの人間は魔王に飼われているようなものなのか。あ、なんかあるね。あ、違うのかこれ。あ、煙突ね。レミダーマ、答えてくれなかったね。これ何？あ、道具屋です。買いに来ましょう。薬草、毒化粧、生成、君らの翼、満月草、ケイサリ草。ここでも作らんのかい、ケイサリ草。満月草、君ら、あ、毒化粧、要素あるね。いや、ないです。あ、そうだ、銀の盾ってことで、どこで使うんだろうね。いきなり始まりがあのテトリスの音楽に似てるかなって今思っちゃったんですけど、これは、僕呪いを解く勉強してるんだよ。みんなが呪いにかかったら僕が解いてあげるんだと。ここアレフガルドは閉じられた闇の世界、ただ絶望があるだけですわ。でも結構皆さんね、問題なく生活してはるんですね。ここを水戸に行けばラダトムのお城です。お、城あるのね。おじいさん、雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる古い言い伝えです。じゃあ、あら、微妙なところに階段があるんでね、ちょっとまさぐれなかったですね。開運の本、あ、これは多分ラッキーマンになるんでしょうね。甘えん坊辞典、ちょっと待って、ちょっとまたカンニングしますよ。ちょっとお待ちくださいね。あらら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 、あらららららら、ちょっとスマホの使い方が私下手くそなんで、なんだっけ、よいしょ、これだね、これは違ったか。ドラクエ3の甘えん坊辞典、甘えん坊辞典、あ、出てきた。あ、甘えん坊になるのかな。はい、甘えん坊という性格があるのかな。あ、なんか載ってるね。ちょっとすんませんね、ちょっとだけカンニングさせてください。甘えん坊、あ、ダメだね、甘えん坊ダメだわ。で、ちなみに開運の本はじゃあ何なのと。多分ラッキーマンでしょ。開運、あ、出てきた、よし。あ、幸せ者になるのか、幸せ者になるのね。幸せ者、幸せ者、幸せ者って、あ、良くもなく悪くもなかったかな。幸せ者、うん、そうだね、良くもなく悪くもなくだね。やめときましょう。さて、お次、あ、ここの人会話しないね。魔王バラモスを倒したですって。でもバラモスなどダーマオゾーマの手下の一人にすぎませんよなって、むちゃくちゃ言うな。我らの祖先はギアガの大穴を抜け、この地に移り住んだそうだ。あれ、ギアナの大穴っていうね、ギアナっていう国あったような気がするんだけど、ここは武器と防具の店だ。ドラゴンキラーはパワーナックル、あ、ダメね。天使のローブ持ってるよね。ドラゴンメール、あー残念。シールド、三鏡の盾、あらあら、これはあれだね。まず私ね、はい、装備しますよ。三鏡の盾で回避力が上がるんだろうね。で、もう一個、はい、で、これ中尾さんだね。
ああ、魔法の盾から変わるんだね。で、ミスリルヘルムね。あら、ちょっと待って、オルテガさんのヘルメットもう良くなっちゃったんだね。まあこれはさっきお尻から中江さんからね、なんだろう、あ、髪飾り、あ、ガーターベルトが外れない分いいのね。うん、いいですよ。残念だがお金が足りないようだ。売りましょうか。あ、売り、あ、いや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 、売りましょうかね。あ、ドラゴンシールドね、安いな。で、中子さん、魔法の盾ね。で、中尾さん、あ、ぬいぐるみね、ぬいぐるみちょっと安すぎるんでね、売る気にならないんですよね。銀の髪飾りは別にいっか。そうね、じゃあこれで買えないかな。あ、買えないね。仕方がないですね。じゃ、お金預けてたよね、どこかにね。まあいっか、それは後にしましょう。まあ装備が強いのがあったのがちょっと救いですね。なんもないですよと。いや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 。はい、いやいや、あなた様は私です、カンタタです。悪いことはできませんな。こんな魚落とされて今では真面目にやってますよ。そうだ、昔の俺にいいこと、あ、カンタだこれいいこと教えましょう。ララトームのお城には太陽の石ってやつがあるらしいですよ。え、あなたカンタだあ、カンダタね。あらららら、あららら、真面目にやってんですね。あー、スゴロク系、嫌な予感がする。ここでもスゴロクがあるのかな。あ、ないね。ここにはないですね。あ、あれ、なんか右側なんかあったね。あ、ここか。もう一度。あ、外ね。北の洞窟の奥には全てのものを拒む底なしのひび割れがある。それこそが魔王の爪痕。魔王がこの世界に現れた時できたらしい。なるほどね。ここアレフガールドは閉じられた闇の世界、ただ絶望があるだけです。あ、聞いたね。で、ここだね。あ、違った？あら、違った？あ、もう一回やっちゃおう。あ、あっちね。あ、小さなメダルね。よいしょ。もうないよね。あと一個。そうなのね。レミラーマ。反応してくんないですね。レミラーマ。ないね。はいはい。命の指輪は命の源。指輪をはめていればダークタップ体力が生まれましょう。どうなんでしょう。ドラクエの場合はあまりそれは。しなかった気がするね。命の木の実は命の木の実はヒットポイントだよね。うん、ヒットポイントだと思うから中井さんでどう？あ、よかった。2しか上がんなかったけど。道具だね。道具で小さなメダルと、スゴロッケンと、山炎防辞典。で、海運の本ね。これはいらないね。よいしょ。あと1個宝って言われてるね。どっか別のとこだね。また後にしましょう。さあ、お城行きましょうね。あ、懐かしい音楽だ、これ。この曲懐かしいね。中子さん、盗賊の花。ああ、またあと2個あるのね。レミラーマン。あ、1個出てきた、よかった。あ、またスゴロッケ。いや、もうスゴロッケいんないんだけど、勘弁してほしいな。ラダトームのお城にようこそ。ラダトームのお城にようこそ。お城の宝だった武器や防具を魔王が奪って隠してしまったのだ。隠すところが可愛いですね。普通破壊でしょと思うんですけど、魔王でも怖いものがあるのかなと。お、宝箱。あらあら、空っぽ。空っぽね。空っぽね。こういう時は、あ、なんもなかったね。
こちらの方なんだろう。このお城と海を外れ向こうに見えるが大魔王の城です。きっとこの国にも朝が来ると信じていますわ。あー、もう王さんに会おっかな。ここはラルソーのお部屋です。あ、間違えちゃった。噂ではマイラの村に妖精の笛があるそうだ。あれ、妖精の笛って持ってなかった？あら、あら、あら、なんか笛持ってたよね。あらららら、ら、あ、やまびこの笛か。あ、結局やまびこの笛っていうのはオーブがあるとこ教えてくれるんだっけ。私がオルテガ様のお世話したんです。ひどい火傷をしてお城の人に倒れていて、記憶をなくされたらしく、ついにご自分の名前が思い出されなかったんです。あ、なんかいろいろありそうだね。もし旅立たれるなら、私にあなたを称える詩を歌うことをお許しください。彼方よりかの人が来たり、そんなわちらららーと、これまであまたの勇者が大魔王を倒さんと旅に出た。しかし帰ってきた者は誰もらぬ。あの、そう、あのオルテガさえも、ん、見かね、見ぬ顔じゃな。そうか、そなたらまた世の世界から来たと申すか。わしがこの国のラルスじゃ。わしのところに来るまでに人々の話からおよそのことは聞き及んでいるであろう。もはやこの国には絶望しか存在しない。しかしもしそなたらが希望をもたらしてくれるというなら待つことにしよう。私は9400、中子さん36000、1万8000ですね。中井さん4万1000ですね。お願いします。まだまだかかりそうだね。旅立ちますよと。ちょっと待って、ね、ひょっとしてここでチリリンっていうのかな。あ、よかった、言わなかった。ちょっと待って。ああ、ごめんなさい、なんか出れるよね。はい、ここにもあるとかいうのかな。ああ、あるのね、あるのね、ないのね。あら、誰、いや、見ない顔ですね。なんと魔王倒すため、この世界から。はい、お、やはり。しかし船内の途中で、さて心なさいましょう。お、そうじゃ、これ持って行きなされ。この地図があれば少し役に立ちます。ああ、めっちゃ役に立ちますよ。妖精の地図っていうんですね。ここ入れないのかな。あ、いや、もうかなりお役に立ちますよ、それね。入れないですね。ここは違った。あと外に人がいますね。これも覚えておかないと。お、入れない。ああ、こっちね。あ、にゃーん、イネコいますね。こんなもんかな。あとちょっとこっち怪しいんでね。うんうん、あ、間違えちゃった。あそこか。これ風呂は完全に違うんだけど、こっち上で向こう下でしょ。それでも一個になるのかな。ちょっとわかんないですね。どう見ても風呂は違うんですけどね。はい、まあいっか。で、このじいさん何？お、はるか国より来たれるよ、したり英語あれ。え、何？ん？なんだろう。回復してない。なんだろう。よくわかんないけど、悪い気はしないね。さあ、じゃあ、喋りかけに行きましょうかね。ああ、こっち行ってないのね。さあっと。すいません、ちょっと飲み物をいただきましたね。またここ言われそうね。2個もあるのね。あ、あそこね、よかった。2個もう見っかりましたよ。ようギアガの、あ、ようじゃないわ、ごめんなさい。ギアガのオーナーに戻って、このことを、あ、これあの人だね。だから恐ろしくて外など出れない、と。かつてはここにも、多くの勇者様がお泊まりでした。だけど誰も帰ってこなくて、空き部屋ばかりで、と。絶望ですね、本当にね。さあ、またすごい。これやれっていうことだね。はい、先生、コパンツ。すごろくがありそうだね。じゃあこっち行って、ここだね。出て、はい、
あれやはん、どっかで聞いた名前だな。そうだ、そういえばそこから来たっていうおっさんが一人いたなというのがきっと私のお父さんですね。ここにはないかな。ないね。ああ、こういう感じで動くのね。いや、これやってるはずだから大丈夫だわ。よいしょ。で、今度こっちだろうね。ああ、これか。にゃーん。で、ここを調べると、またすぐの剣か。あ、レミラームじゃなくて、はい。あ、もうない、ないね。よかった。じゃあ、出ていくかな。あ、おお。はい。大臣さん？おい。何？太陽の石？そんなものはここにはないぞ。しかしおかしなものじゃな、わしは夢を見たのじゃ。この国に朝が来た時、誰かがわしにその石を預けに来る夢をな。おお、ないね。本当にないんだね、この人嘘言ってないわ。さあ、じゃあ出ましょうか。あれだね、あの城か。とりあえずちょっと地べたはいろいろ見は、あ、なんかあるね。はい、もう稲妻の剣だね、これ便利だからね。で、イカズチを地獄の騎士、地獄の騎士、中井さんどうしよう。中井さん防御でいっか。少ないけどね。じゃああそこ行くべきかな。あー、行くべきだね。あ、稲妻の剣あるとほんと楽だね。あ、間違えちゃった。一回ずつ窓ハンド、窓ハンド防御でいいかな。あ、宿や夜の忘れてた。あ、でも大丈夫だね、全然いけるね。ひょっとしたらマジックパワーだけ回復させてくれたのかな。そうかもしれないね、あのおじさんね。あ、時間よくなったね。あらあら、出ちゃった。まあこれだなと、もうみんな行っちゃえ。あれ、あ、そうなの。倒したかなと思ったけど、はい。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パートこれは70ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。